ターゲットはかまとと清水ゆう子。仕掛けるトラップは瞬間全裸男ドッキリ。真面目そうな記者がいきなりパンツ一丁になった時、そのリアクションとターゲットの目線をチェック。清水さん、アイドルなんだから変なところなんて見ませんよね。はい、来た。どうもはじめまして、 DKR 出版の荒木と申します。よろしくお願いいたします。すっかり取材と信じ込む清水。そして本日取材内容なんですけども、番組のホームページに載せます。番組のホームページに載せます。これ何ですか？いろんな角度からもう一度チェック。番組のホームページに載せます。ホームページ載せます。ホームページ見ましたね。完全に股間見てましたね。清水の視線スローで確認してみましょう。のホームページ清水股間に落下。見ましたね。さらに左の方入らせていただきます。よろしくお願いいたします。何ですか？何ですか？さあ行きましょう。もうこれアウトです。はい、はい、大成功です。いやー、すごいエロババアでしたね。もう股間しか見てなかったですね。見てたでしょ、カメラ捉えてましたよ。いやー、まあね、普段はなんかかまととぶってますけど、やっぱり本性は股間好きということですね。見てました、見てました。もうスワカッとたでしょ。普通はこうでしょ、アイドルなら。アイドルならこうでしょ。キラキラしたからね。スッとしたもんね。腹立ってるでしょうから、このピコピコハンマーで気づきの頭を思いっきり殴ってやってください。はい、怒りをぶつけてください。意味がわかんない。続いては米村でございますね。一応食わず嫌いをやるということだったので、嫌いなものカリフラワーラッキョ漬物と何の面白みもない嫌いなものですけど。続いて米村美咲を待ち受けるトラップは、清水と同様瞬間全裸男ドッキリ。さあ16歳米村の反応は。どうもおはようございます。おはようございます。 DKR 出版の荒木と申します。はい、本日取材を担当させてもらいますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日の取材内容なんですけど出てきますね。時間に本日の取材内容なんですけど簡単にいいですね。別のアングルからもう一度。本日の取材内容なんですけど、本日の取材内容なんですけど、本日の取材内容なんですけど、そんな米村の目線は早いチラッチラ見てますね。チラッチラ見ますね。チラッチラ見ますね。顔を見て、さあネタバラシです。はい、お疲れ様です。いかがでしたか？見事な、あのさってすごい仕組みだったと思います。仕組みも見事ですけど、見事なのはそこだけじゃないんじゃないですか。あの股間見てましたけど、チラチラ見てないですよ。アイドルです。見てないです。アイドルですからやっぱりこうでしょう、本当は。あーパンツ履いてる。3人目の無個性小池にも瞬間全裸男ドッキリを担当。本日の、内容を確認させていただきたいと思うんですけども、そうですね、簡単に説明すると番組内で番組内のホームページでインタビュー記事として見てなさい。引き続きたい。
やるしかないです大丈夫ですか？いいですか？取材内容は大体5分ぐらいで考えておりますのでガッカリですね。日程さんのお仕事が増えて日程のお仕事と、ここでドッキリ終了。はい、お疲れ様です。何これよ。はい、小池。ビビった今。どんだけリアクション悪いんだお前は。ズキャーとかあるでしょ。変なのか分かんなくこのままでしたよ。お前はもう一生ドッキリにかけないわ。みんなキャーって言いました。キャーって言いますし、みんな股間をじっくり見たりとか。清水なんてやめてください。サンチャーまあアイドルとしては合格なのかもしれませんけどもね。というわけで一応腹立ったでしょ、びっくりして。え、腹は立たなかった。